ビスが長いってことは、これ AT バンパーにでもするのかな。ということであれば、早速バンパー取り付けていきましょう。これにスプリングを乗せていくと、はい、AT バンパーの完成とはなるんだけれども、これにローラーをつけるとなると、ローラー位置だいぶ高くなるね。AT バンパーがあることによってコース復帰率は上がるかもしれませんが、ローラー位置が高いとスロープセクションでのフェンスの食いつきが悪いので、ジャンプ時のマシンの挙動が安定しません。なので今回のフロントローラーセッティング、優先するべきポイントはジャンプ後のコース侵入よりも、ジャンプするときにしっかりコース内に収まるようにセッティングしていきたいと思います。ということで、セッティングやり直し。改めてフロントバンパーに使うプレートは、万能リアステーとフルカウル用ステー、これを合わせていくのに、この位置で止めると、今度はフルカウル用ステーにローラーを取り付けていくのに、リアステーが干渉するので、リアステーをこのラインでカットしていきます。はい、そうしたら再度フルカウルステーを取り付け、シャーシに取り付けていきます。はい、このように4点固定しましたら、再度ローラーセッティング、2段ローラーをこのようにして低い位置に取り付けることで、これでジャンプ時のフェンスへの食いつきを良くしていきます。あとはこの時点でスラスト角をチェックしておきましょう。5レーンコースは3レーンコースと違ってレーンチェンジがないので、スラスト角をより浅くすることでコーナリング時の減速を減らしていきます。現時点で1度ぐらいありそうですが、スラスト調整する際にはステーとシャーシの間にダイワッシャーを挟んでプレートに角度をつけていきます。はい、ではこれでフロントローラーセッティングが完成です。一つ気がかりな点といえば、やっぱり引っかかるね。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。